石井鶴像石井鶴さん6月5日から1973年3月17日は日本の彫刻家、版画家、洋画家。画家鈴木画この孫、画家石井かなえ子の三男、石井白帝の弟として東京府下役中を勝ち町に生まれる。洋画を不動者にて小山翔太郎に加藤慶文に木彫りを学び、1905年創刊の雑誌平明に ウィリアム・ニコルソンの作品を模倣した自画自国による木版が虎を掲載した。1910年に彫刻を学んで東京美術学校卒1911年文展で荒川岳が入賞1915年に本美術院研究所に入る。最高院展に力士を出品に仮点に 一社を出し、1916年、航路描写で二箇所を受賞。明治の末年から山本カナエと交流を深め、創作版画の先駆者として知られるようになり、1918年、日本創作版画協会を結成。1919年、木版画、日本風景版画集第9集を、1920年、木版画、日本風景版画集第10集を刊行した。 以降、日本版画協会の会長、理事長を務めている。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と、春陽会会員となる。中里海山、大菩薩峠や吉川英治、宮本武蔵の差し絵でも知られ、1944年、東京美術学校教授。1950年日本芸術院、会員。 1961年日本美術院、町祖部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年くん等、旭日中受賞受賞。1969年、相撲博物館館長。去年87。墓所は、五国寺教堂墓地球通の石井志墓。方法なし。1925年。 平く市伝中の子供が亡くなった時葬儀も出せずにいた時に新聞社の差し絵代金を封を切らずに平く市に渡した。鶴像の芸術家の一面を示す有名な話である。文量も多く、全集12巻、書館集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある昭憲上田教育会館の2階には個人美術館である石井鶴像美術資料室がある。 石井鶴蔵美術資料室、ありがとうございます。